Thank you.
今日ほど遠望ができる日はありません。今年も初めてです。あ、そうなんですか。はい。
姉川古戦場の展望台ですね。はい。そうですね、ちょっと見えにくいんですけども、緑の細長いやつもね、姉川ですね。ちょっと見えにくいですね。でその奥の方のね、緑色の細長い山が、龍が寝そべってる形によく似てますね。ガリュウさんという。一番左の、先端部が信長の本陣があった龍ヶ花、龍の姉川の時の本陣、はい、そうですね、はい、で、あとはね、この山ね、これが大寄山一番下ね、浅江桜宮、はい、海を開いたところがいて、はい、で、小谷山で老城して戦おうか、姉川出撃しようかということでね、軍の結果、兄が出てきたよ。で、真ん中のこの山がね、七尾山、あれが合戦当日、沖縄の村人がね、あそこの山へ逃げて、うちの家燃えてないやろか、ターターン荒らされてないやろか、ね、見てたよ、ね。これが、ね、伊吹山、岐阜県と滋賀県の間に。あれが伊吹山なんですね。付近で一番高い。高いです。ですから、合戦当時ね、信長は伊吹山の向こうにいます。で、ここが浅井長で、お互いにこう同じような位置です。今日は立ち上がり、東京は、東京ですか。はい。なかなかね。はい、よくね、戦国時代の歴史は、関東は面白くないから、関西は面白いわっていう方もね、東京方面の方は多いです。はい、ゆっくり。富士水駅ですね。ここにね、浅井長政のおじいさんのね、助政の家来が裏切った、それを見せ切りに置いてた。ここに置くと目立つから。ここはね、Y 字路になってるんですよ。本丸をまっすぐ行くんですけどね。はい、に寄っていただいたら、浅井長政さんが29歳でね、結婚した赤尾屋敷跡がございます。今日はずっと奥まで行かれるんですか。あ、奥まで行こうかな。一番奥まで、これいいですね。大好きですね、ここに。バスで来られたんですね。駅から歩いてきました。あ、歩いてきたんですね。ほったら直されここ。なんでこう行って、こっちから降りて帰ろう。こう来たんで。はい。この中で1900円。大体この人はどうかな、見ながら。超1900円です。大丈夫。どうしようかな。こうやって行くか。あ、5、6分で。あれ、赤尾屋敷行った後、またここに戻る感じですかね。あ、わかりました。本丸から見下ろしてください。あ、白い旗が
Thank you.